9月17日木曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二のオッケーコージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一花です日本放送飯田浩二のオッケーコージーアップこの後8時まで生放送ですえー菅 新内閣が発足ということでね、うもうあの、新聞各紙入ってまいりましたけれども、これについてが、ええー、大展開と。 いう感じになってますまあたくさんですね、えー、メールやツイッターもいただいてますあの昨日のオープニングで、えー、横浜橋商店街の話を少ししましたけど、はいえー、こちらをですねメールでいただきました、えー、猫山にゃんさん、えー、昨日話題になっていた横浜橋商店街の近くに住んでるんですけれども、井、うん、田さん出ましたよ総理の垂れ幕がすっごいでかいのが出てるね大きいですね <laughs> 立派<法>今日の社会面でもね結構あのこれを写真 で取ってあげてみたいなやってましたけれどもすごいですねいきな下町横浜バ橋菅義偉先生首相総裁ご就任おめでとうございますいやなんか横断幕っていうとさ横長のイメージがあるけど、はい、これ縦にもなげえなという感じで本当ですねすごいねすごいでかいねありがとうございますあの。 画像までつけて送ってください、ね。いただきました。ありがとうございます、ね。ありがとうございます。まあ、あの、コロナ禍とはいえ、やっぱり喜びは分かち合いたいというのがあって、ね、秋田の地元の湯沢も、なんか、会見のライブビューイングやってたんだって。そうなんですよ。すごいよね,ね。あの、総理に選ばれましたよっていう瞬間をこうライブビューイングしてて、みんなでわーいってやってる映像がニュースで流れていて、<laughs> 私も見ていて、ちょっと嬉しくなりましたね。秋田出身としては。そうですね。やっぱりこのコロナウイルスの影響で、お祭りとかも今年の夏は本当に できなかったのでだってあ秋田の有名な関東祭りもできなかったんだもんなできなかったんですよでねちょっとやっぱりこうね何とも言えないこう鬱々としたね気持ちになってたところにこういうね<ー>ニュースが入ってくるとやっぱり嬉しいですよねやっぱり地元としてはああんずけっぱれってまんけっぱれだまあもうね酔いでないこともあると思いますけどわかんないっすよああの酔いでないこともね難しい,いこともたくさんあると思うけれども <laughs> <laughs> まず頑張ってくださいってけっぱれってなんと言っても船出だもんね そうなんですよね、ですああやってこう人が集まっているところってやっぱ熱、ね、気があっていいなと思うんですけれども、ただイベントをやろうとすると、なかなかこれが難しくて、なんか今度、映画館もおマックスまで入れるなんていうね、こと、始まってますけれども、うんあの、私もたまに聞かれるんですよ、えー、イベント、番組で結構昔やってたじゃないですか、はい、あれ、やらないんですかって、うん、でも最近はですね、やっぱりまだこう、人を入れてのイベントっていうのを、放送局が主催 すんのはどうなんだろうねって話があるんでなかなかできないんですけれども別の形を模索しておりまして6月にですね、えー、開催して好評でしたオンライン配信の形のイベント「<ー>えー、飯田恋そこまで言うかザ・デュエルこの第2弾の開催が決まりました「えー、ザ・デュエル2開催は10月18日日曜日の午後であります、えー、ゲストに自由民主党参議院議員の青山茂春さんを迎えて、えー、政治経済外交安保たっぷりこってり一緒に考えてまいります あの、菅政権へのですね、厳しく厚い提言というのも青山さん、いろいろこう話してくれるんだろうと思っております。あの、市長権の購入方法などについては後日お知らせいたしますが、えー、一応今のところ、まあ、ちょっとね、政治の情勢によってはどうなるかっていうのがまたこれ微妙なところなんですが、10月18日日曜日、オンライン配信企画限定です。えー、飯田浩二そこまで言うかザ・デュエル2。えー、こちら予定しておりますので、またあの後日ね、詳細をお知らせいたしますが、 どうぞよろしくお願いいたします。まあ、ネットを使っていろんな配信をしていこうというのは他にもございまして、はい、あのー、この間ですね。 8時からのあなたとハッピーの中で、先月8月18日に、北朝鮮による拉致被害者横田めぐみさんのお母様、さ紀江さんとの単独インタビューの模様をお送りいたしました。まあ、日朝首脳会談から9月17日、今日でですね、丸18年となるということもありまして、そのですね、インタビューの模様というのを、ポッドキャスト配信を今日から始めようと。まあ、あのこれ、事前収録の形でですね、1時間余りインタビューをしたんですが、 まあ放送に使うとなると、まあ、時間の関係で割愛せざるを得ない部分があったということだったんですけれども、まあ、この部分も含めてです、ねええー、インタビューの模様をお送りしようとポッ,ドキャストポッドキャストだったらあの時間の制限がありませんので、えー、そこで。えー あげようということになりました。まあ結構ね、テレビの印象とは違う話が聞けたというようなお声もいただきましたんで、えー、今回未放送文も含めまして、インタビューの前編を、えー、日本放送横田咲恵さん単独インタビュー、母の祈りということで、えー、ポッドキャストで配信。す、え、で、ー、に、17日からですから、もうすでに、えー、配信が え、やっているはずであります。えー、ぜひ、こちらのポッドキャストでお聞きいただければと思います。まあ、あの、拉致についてというのもね、昨日の会見の中で菅総理も言及がありましたけれども、まあ、あの、加藤勝信官房長官が、ま、担当大臣も兼ねるということで、えー、昨日は、横田さんのところに電話をかけて、え、え、いろいろと話もしたということであります。まあ、ちょっとね、あのー、これ、お、昨日、産経が報じてましたけれども、えー、 連立与党を組んでいる公明党と自民党の間で政策協定というものを結んでおります合意文書というものに昨日署名をしましたけれどもまあ9項目にわたる合意の中で新型コロナウイルスに関する項目を新設し一方拉致問題の解決の文言が盛り込まれなかったということで非常に心配する向きもありましたけれどもまあただあの菅総理ご自身が、えー 官房長官の時代には、この拉致問題担当というのも兼ねていた。で、今回は加藤勝信さんが兼ねるということもありますので、まあ、継続した取り組みというのはあるのかと。それから、あのー、まあ、拉致問題で言うと、NSC、国家安全保障局のトップである北村さんは、 えー、この、拉致問題というのに、まあ、情報関係、情報機関関係のルートから非常に様々なアプローチもしているということも、まあ、そこそ内閣情報調査室長の時代から、えー、いろいろと言われています。まあ、一部表に出てしまって報じられた部分もあるんで、えー、その辺水面下でどういう動きがあるのかっていうのはなかなかね、えー、難しいところですが、まあ、その辺のパイプを使ってのいろんなアプローチというのは今後も続けていくんだろうと思います。えー、その辺はまた、あのー、いろいろね、ニュースは動くでしょうから、えー、取材をしていきたいと思います。 思っております。 あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです、えー。取り上げるニュース、まずは、この菅内閣について、えー、顔ぶれ等々も、いろいろコメントいただこうと思います。そして、7時10分過ぎ、おはようニュースネットワークの動画ですね、えー、自由民主党、石破茂元幹事長、スタジオに、ごめんなさい、電話で生登場ということです。いろ聞いていきたいと思います。 それから7時40分過ぎですが産経新聞論説委員長井上雅人さんにこちらも電話で、えー、菅政権の組閣人事について伺っていこうと思っております。 えー、ということで、まああのこのね菅内閣についてが中心となりますけれども、7時30分頃のニュースキーワードのゾーンでは新政理念民主党まあここまでの経緯なども伺っていこうと思っております。今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしています。ポッドキャストでお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームを作りました。こちらに住所やお名前、電話番号 登録してご応募ください。ここが気になる。まああのー、新聞はもう菅内閣一色という感じ。まあこの番組もね七時台はそうなりますが、えー、それ以外のニュースを六時台でさらっておきたいと思います。あのー、市場が動いてますね、えー。ニューヨークのダウ平均はあ注意上がりという感じ。二万八千飛び三十二円三十八セント。あごめんなさい。二万八千飛び三十二ドル三十八セント。 えー、プラス36ドル78セントと小動きでしたが、えー、結構、動きは激しくってあの取引時間中には200ドル以上上げた時間帯もあったようであります。えー、というのも FRB ・アメリカの連邦準備制度理事会の意思決定最高意思決定機関 FOMC= 連邦公開市場委員会が行われておりましてで、えー、今後の金融政策について、えー、FRB のパウエル議長トップが会見でも話したということであります。 で、えー、それにで出てきたのがですね、まあ、今、ゼロ金利政策を続けていて、まあ、市場にどんどんとお金を。 流し込んでいこうと。で、あのー、金利を下げることによって、えー、お金を借りやすくして、新たに事業を起こしたりだとか、投資をしたりだとか、あるいは新たに人を雇ったりとういうことが、まあ企業がやりやすくするということをずっと告げています。まあこれはあの言わずもがな、えー、コロナウイルスで経済が全体的にもう世界全体で冷え込んでいるというのがあって、でそれを支えるのはこの中央銀行の金融政策とそれからまあ中央政府の財政政策によっても支えるしかないということで、まあ各国こういった あの拡大路線でで言っているわけですがアメリカはですね、えー、ここで2023年末、えー、少なくとも3年先までこのゼロ金利政策というのを続けますよということを明言をしましたもともとこの政策を続けるだろうなっていうのは、えー、市場の予測もされていたところなんですが、えー、フォワードガイダンス、まあ、あらかじめ言っとくよというですね、えー、これあの手法をとって、えー、この先ずっと まあ3年間は低金利が続くんだから、まあ、3年というと、まあ、あの短期というよりは中期の経営計画を立てるぐらいのスパンで。 金利が低い状態が続くんだから積極的に投資をすることができますよというのを市場に対してアピールをしたと、まあ、ただ、そうすると、まあ、ドルがですね、まあ、市中にどんどんとこう流れていくわけですからある意味ドルの量が増えるとでそうすると、あのいろんなこう為替相場っていうのはある意味交換レートを決めるわけですよ。で 一方が量が増えるということは、逆に言うと価値は下がるということになりますんで、で、えー、相手側が量が増えない、変わらない場合は、えー、交換レートは、えー、 相手側の方が高くなる。要するに円高になるということですね。我々は円を使ってますんで。でドルの量がブワーっと増えた上で円の量が増えなければ、これ円高になるっていうのはですね。それこそリーマンショックの後に、日銀はなかなか金融緩和をしなかった。一方で、アメリカだとかヨーロッパは金融緩和をガンガンやって、 うんうん、ごめんなさい、えー。その結果何が起こったかというと、1ドル80円ぐらいの超円高になって、えー、日本のメーカーは輸出ができなくってヒーヒーいったということがありました。で、えー、じゃあ今どうなってるかというと、あの FRB がそういう,こう声明を出しましたんで、円ドル相場はですね、今1ドル104円97銭と足元をいうところで取引が行われております。まああの、ちょっと前までは106円台から107円ぐらいだったんで、ぐぐっと1円2円ぐらいこれ。 円高が進んでいるとまあ、1円2円というとですね、大したことないじゃんと思うかもしれないですけど、それこそ、あの、何千億何兆単位で取引をしている、例えばトヨタみたいな企業は、1円為替が触れるだけで、えー、何百億という利益が吹っ飛んでしまうと。円換算だとですね、えー、ということがありますんで、えー、これが結構ですね。まあ、昨日の日経平均もお、お、押し下げの原因になったっていうのは、この、為替の影響というのはかなりあったようですけれども、今日もそう考えると、 特に、えー、市場が開く部分に関しては、えー、ちょっと下押し要因になるのかなあという感じもありますただあのー、これ今日ですね、えー、昨日今日で、えー、日本銀行の方も、えー、金融政策決定会合という意思決定をする会議をやっておりますで3時半から、えー、今日は日銀の黒田総裁の会見が予定されています当然ですね新内閣との間でどういった、えー、話し合いをするのかであるとかも 聞かれれるでししょうしそれについてあ言もあるともと菅政権は、まあ,あ、アベノミクスの継承ということを言っていて、それを市場はずっと交換してきたというのもありますんで、まあ、あの、それ通りの発言があれば、あの、そこで市場が動くというようなことはないんでしょうけれども、まあ、あの、新しく、例えば、あの、政府と日銀の間の政策協定を見直すみたいなことがあると変わってしまうと思います。まあ、そらくそういうことはないだろうと思うんですけれども、むしろ、あの、 まあ菅さんはあの、総裁選の最中は、あの場合によっては緩和を前に進めるんだと、もっとやらなきゃいけないタイミングだってあるかもしれないというふうにもおっしゃっていましたんで、まあ、その辺で、えー、このコロナ禍の経済の支え、まあ、世界中がやろうとしていること、ここにですね、それこそ日本だけが乗り遅れたら、あのリーマンショックの後みたいなことになってしまうということは、肝に銘じておくべきだと思います。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。えー、ニュースについてメールやツイッター様々いただいております。えー 千葉市三浜区チーバーバさんメールです端的にいただきました新閣僚の記者会見夜中にやる意味があったんでしょうかと応応いただきました <laughs> いやまあ確かにねここのところっていうのはそれこそあのー、業格担当の河野太郎さんが、えー、指摘をしてましたけれども各省庁で一斉にやったらこんなに長い時間まで待たされる必要なかっただろうっていう,うまあこれらも 本当に慣例みたいになってますけど、まあそれこそオンラインで会見できなかったのかとかですね、えー、いうことの模索っていうのはなかったのかなというのはね、まあその辺をこれから先メスを入れていくのかもしれないですけれども、ある意味あの会見までは旧体依然としたところを見せることで、この先やることへのインパクトの強さみたいなものをひょっとしたら狙ったのかなとも邪推いたします。 ここが気になるプラス、えー、菅新政権のね閣僚の顔ぶれというのがいろいろと取り沙汰されております、でその中で防衛大臣の岸信夫さんというのはなかなかすごい人事をするなぁと思って私、気にしていたんです、あのもともと前の総理大臣である安倍さんの、まあ、実の弟さんであると。まああのー 生まれてすぐね、かなり早い段階で、えー、岸家に養子に行ってというようなエピソードも語られてますけれども、まあ、この方、あの台湾との関係が非常に深いと、蔡英文さん、えー、台湾の総統ともおかなり親交があるというようなことであるとか、日華議連というね、えー、台湾との関係の、えー、議員連盟の、まあ、幹事長もされていたなんてこともあって、台湾側は基本歓迎という感じなんですが、まあ、これをですね、えー、敏感に感じ取ったのが、まあ、中国で、昨日あの副報道官が、えー、外務省のですね、えー、副報道官がすでに 報道官が語ってますが、えー、公式レベルで台湾との関係を強化しないことを希望するとあのこの岸信夫さんを念頭にした質問でそう答えたということで、まあ、ある意味、えー、政権のメッセージが中国側に正しく伝わっているのかというところなんですが。が ま、そこへ行くとですね、台湾との関係、えー、アメリカでも議論があるというのが、今日のですね、産経新聞の中で、あの、金曜日に、えー、コメンテーターとしても出てくださっている、三宅栗彦さんが、えー、ワールドウォッチというコラムを書いてるんですが、アメリカは元来ずっと台湾については曖昧戦略というものを戦略的に取ってきたというんですね。これ、あのー、台湾を守るかどうかっていうのを、あえて明言しないことで、まあ、中国側はいろいろなこう疑心暗鬼の上で、そして、えー、ひょっとしたら出てくるいう といいう可能性を排除でできない上では、えー、台湾に手出しをしないとこういうことをずっと続けてきたんですがこれを明確にすべきなんじゃないかという議論がアメリカでは出てきたとでじゃあ日本はどうかっていうとあの台湾問題っていうのはまさしく日本問題と直結するというところがあると、えー、特にあの尖閣についての話っていうのはここを守るっていうのと台湾との関係性台湾で何かあったときは尖閣も丸ごとっていう可能性も当然ながら考えられることがあると思うと。 この人事は相当こう確信をつく人事だったんだなということを思いました。さあ、次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。はい、よろしくお願いします。鈴木さん、寝てますか これだけ忙しいとね、素朴だなんだもあるし、バタバタなんじゃないですか。いや、でも、こういう時に頑張らないといけないですからね、逆にね。いやいやいやいでもね、もう、あの、人事もガンガン出てきて、ね、総裁選もあり、この2週間、本当、なんか、目まぐるしかったですね。いや、だから、ちょっとこう、見失うんですよね、なんていうのかな、その、いや、本当にこの、 新しい「ソリって一体どんな意味があるのじゃなくてもうほらうん、うん、地味なとこ、ね、出てくることにね。な,な,なんていうかな要するにこれみんな陥りがちなんだけどやっぱり永、はい、田町の記者があの権力闘争の方にとかそっちの方にこう。はい ついつい行っちゃって確かにそうですね。ちょっと待って政策はってこうね、うんそれこうちょっとブレーキかけながらかけながらなんとかやってますけどね。<laughs> まあ本当その権力闘争の部分ってやっぱり聞くと面白いところもあったりなんかするから。人間ドラマで。ドロドロでしょう。うんうんドロドロ乗ってやっぱなかなか取材の興味が湧きますからね。<laughs> いや本当あのちゃんとマットにやりたいと思いますけど。えー、<laughs> はい。<laughs> まあ何をしていくのかというあたりも含めて、ね、そうですね今日は、はい、はい。ええー。 そして石破さんのねインタビューもありますねあそうですねはい、はい、よろしくお願いします,ししますここでポッドキャスト youtube でお聞きのあなたにお知らせです日本放送のラジオ番組飯田浩司の OK 浩司アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見コメンテーターへの質問をお待ちしていますぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします 番組では参加いただいているリスナーの皆さんに毎週抽選でプレゼントを用意しています海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなた Twitter で参加しているあなた皆さんに当たるチャンスですコージーアップのホームページにあるプレゼントフォームでも受け付けています合わせてメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします そして毎週土曜日には「コージーアップ週末増刊号」と題した1週間のコージーアップをぎゅっと濃縮したポッドキャスト YouTube 限定の企画を配信していますニュースのプレイバックやコメンテーターの裏話など盛りだくさんですこちらの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方にももれなくコージーアップオリジナルマスキングテープをプレゼントいたしますぜひこちらもお楽しみに ででは最初のニュースこちらです菅義偉自民党総裁第99代内閣総理大臣に就任右の結果、菅義偉君を衆議院規則第18条第2項により、本院において内閣総理大臣に指名することに決まりました。 昨日の臨時国会衆参両院の本会議で総理大臣の指名選挙が行われ、自民党の菅義偉総裁が第99代内閣総理大臣に指名されました。えー、その後、皇居での総理大臣新任式と閣僚認証式を経まして、夜には菅内閣が発足しております。まあ、顔ぶれ等々いろいろね、今日は論評も出ておりますけれども、 さん気になもうと、はい、あのー、もう昨日からね、えー、あのいろんなメディアで、この顔ぶれどうかって話になってて、それで、飯田さんもいろいろお感じになってるとかあると思うんだけど、えー、まあ大体このメインになってるのが、留任組、はい、それから新しい人では官房長官に加藤,加藤さん、これは信頼関係すごいあるのでね、えそれから河野河野さんですよ。 行政改革縦割り打破のね先頭に立ってみたいなねで僕はちょっとね変化球で申し訳ないんだけどいやいやそれねちょっと地味なんだけど二人の閣僚を挙げたいんだけど上川さんって法務大臣法務大臣川子さんこれ大体昨日各メディア見てると女性ではっていうくくりでね 上んっっていう割とと取りげるころ多かたですね女性だと上川さんとオリンピック担当の橋本聖子さんのお二人だみたいな。ねんでだから女性ではなんていう暴落とがついてるの多かったんだけど実はこの僕は上川法務大臣とそれから国家公安委員長の小此木さん小此木八郎さんこの実は二人のこのペアつまり法務大臣上川法務大臣と。 えー、小此木国家公安委員長と、このペアって、はい、えー、え1910、ごめんなさいね、あの、2017年。2017年。はい。時のあの、安倍内閣も、このポジション、この二人だったでしょああ、はいね。で、その時にね、はい、実は菅さん、僕取材してて、官房長官でしたよね。ええ 実はこの2人って菅さんに非常に近い人たちなんですよ2人ともね。あそうなんですね、上川さんなんか岸田派だけれども、そうそうそう、菅さんに近いんですね。で、その近い2人を、その2つのポジション、つまり、菅さんがその時言ってたのは、ホームと、ホーム、検察なんかもこれ入るわ、検察も入りますよね、ホームと、それから警察、国家公安務員の警察のトップ、ホームと、 やっぱり警察この2つをしっかりとねグリップするっていうのがうう政権を安定するつまり権力をしっかり維持していくためには、はい、この2つって大事なんだよねっていうのをポロッと言ったんですよ。<ー>うん、であの、まあ、検察やそういうものになんだかんだ介入することも,もちろんできませんよ。できませんし警察に。だけどやっぱりそこの情報なりね そういういものをしっかり抑えておくとかね、はい、これかねつて飯島功さんもそういう近いことを言ってたんだけど権力を維持していくためにこの法務と警察っていうのは、えーえー、これは大事なんだよと押さ<ー>えておくことが、まあ、あのしっかりと情報を共有しておくこともみたいなことを言ってたんだけどお<い>うわー僕、まあ、恐ろしいっていうのも変だけど、まあ、権力って、ね、あの維持していくもしくはその危機管理ってそういうことだと思うんですよね。はい、だけども そうあそうなんだと思ったらその2人がまた入ってるでしょうあこの辺がやっぱり、はい、あの菅さんがほら官僚をグリップする人事局の話もそうだけど、はい、やっぱりねこうしっかりと権力をこう維持していくためのーん,なんていうかなくろ的なね はあ、人事っていうか。ってことは、やるなーって僕は思ってんですね。じゃあ、その派閥均衡だなんだとか、もうあの、重要なポストを譲り渡したみたいなことも言われてますけど、うん、そうじゃなくて、肝をちゃんとこれ押さえてきてるんです、ねうん、そうそうそう。だから、まあ、ある意味ではそこはもう、渡してもいいわけですよ。その他の何、何、誰とは言わないけれども、<laughs> ね。はい、えー。で、抑えなきゃいけないのは、まず自分の女房役である官房長官でしょ。官官はい。が、政権の看板である、業行閣でしょ。うんうん、業はい。 そしてその辺の危機管理とかねいわゆる権力維持のために、はい、さえるるきとかさえるみたいなね<ー>だからちょっとねまた僕あの2017年に続いてまたちょっとぞっとしましたけどね。はい、えってことは全然そのワンポイントリリーフなんてつもりはなくてここをちゃんと抑えてきてるってことは長くやるぞこれ俺はと。 そり当たり前でしょいや、一回やっぱり取ったらね、いや、続くかどうかは別ですよ、菅さんがこれからどれだけ菅らしさんらしくやらなきゃ、これ、ダメになっちゃうわけだな、ね、それ次第だけども、まあ、その辺の人事のちょっと隠れた部分、僕は見ましたね、えー、まずは、あ内閣の顔ぶれ、えー、というところ、お話をいたただきましたおはようニュースネットワーク。 東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん取り上げるニュースはこちらです菅内閣発足最重要課題は新型コロナ対策と経済再生の方針今国民が求めているのは 新型コロナウイルス、その収束を何とか早くやってほしい、そして同時に経済をしっかり立て直してほしい、まさにこの感染拡大防止と経済、両立を国民の皆さんは一番望んでいるというふうに思います。まずこのこのとに全力を挙げて取り組んでいきたい。きた お聞きいただきましたのは昨日の夜総理官邸で行われた菅総理大臣の就任記者会見の模様です新型コロナウイルス対策と経済再生を今取り組むべき最重要課題と語っております さあ、この時間はですね、えー、自民党総裁選で、えー、菅さんと戦った石破茂元幹事長と電話をつないでお話を伺っていきたいと思います。石破さん、おはようございます。はい、おはようございます。朝やからありがとうございます。いいさあ、まず、この組閣の印象石破さん、どのようにお感じになりましたか。うん、ところ今、菅さんがええん、コロナの収束と はい、これが大事だということをおっしゃいましたね、ええ、でそうするともう、余人を持って代えがたいというのは、この人のことだ、田村典久元厚生大臣ね、はいええ、入閣をしましたですよね。というのに現れるように、の手堅い人事が目立ちますよね、やっぱりこの人を置いて他にないねというような、うんそんなのがありますよね。うーん まあこの田村新厚生労働大臣、あの石破さんの派閥からということでしたけれども、この方、ずっと党の方でコロナ対策をやってらっしゃいました、まあ、この辺やっぱりもプロ中のプロという感じですか、石破さんからご覧になってプロ中のプロだと私は思います、またあの厚生労働省の中の信頼も厚いしね、ええええ、でまたあのメディアに出て解説をするときに、はい あのなんか難しいこと言ってよくわかんないみたいな人もいるんですけれど、わかるようにわかるように話をしているのが田村さんじゃなかったですかね。うん。まああのー、今後このお菅政権に臨む政策と言いますか、まああのー、石破さんの。 ご専門の,その安保外交安保の部分でいうと、うんおまあ、茂木さん留任、一方で、えー、防衛大臣は、えー、岸信夫さんがついたと、うん、まあこれ、中国がすでに反応したりなんかもしてますけれども、岸さんは、ね、あの名字は違うけど、安倍前総理大臣の弟さんなわけね。ね、えー、いわゆるなんだろう、うん、岸元総理の長兄という意味かな、えーえーと、そういうことになるんでしょう、ね、別にそのの血筋がどう,のがどうのつ,つもりは 全くないのでただ、外交安保の場合には、はい、うんこのイージスアショはどうなっちゃうのってなって、はいええで、トランプさんであれ、バイデンさんであれ、日本にこうアメリカ軍が駐留してる、その経費はもっと持ってくださいね、うん、という可能性はあるんでしょうね、はい、かなり高いと言った方がいいのかもしれない。ええ、でアメリカと中国の間で 日本はどうやってやっていくんだというのにまだ明確な方針はないわけですよね、これどうしますかとういうことがあって、はい、あるいはこう軍事の方も、もう20世紀と様変わりっていうのが、もう今、如実に現れているわけで、はい、宇宙、サイバー、はい、ドローンね、うそういう技術的な面、はい、これがかなり立ち遅れていませんかと、えー、いうことがあって。 うん、それは課題三席でこう外交安保についての方針何もその内閣ができた日からこうでありますとなるとこういうことをね、はい、言う必要もないんだけれどこれは大きな課題ですよねさあスタジオには、えー、鈴木哲夫さんもいらっしゃいます石田さんおはようございますはいおはようございますどうもお疲れ様ですははい、はい。あのー これやっぱり石破さんね、あのこのまあ内閣の顔ぶれの評価もそうなんですが、うん、石破さんがまあずっと総裁選に戦ってこられて、そしてやっぱりこれまでのいわゆる安倍政権に対してのもある種、アンチテーゼみたいなものも含めて、はい、え石破政権、えー、構想みたいなものをずっとね訴えてこられて。はい でこれやっぱ内閣見ると、まあ、目玉で変わった人もいるんだけどやっぱさっきおっしゃったように、まあ、手堅いとは言うけれども逆の言い方をするとやっぱりその安倍政権を引きずっている部分随ずいぶんあると思うんですね、うん、これに対して石破さん、これからこの党内でねどういうふうにそのこういうものに対してしっかりと提言をしていくなりね意見をしていくのかその辺のこう気持ちなり姿勢みたいなものもしあったら聞かせてほしいんですよね。あの総裁選が終わって たらね、うん、もうなかったことにすると、いろんな意見があったのは知らないよってなったらば、意味がないわけですよね、私あの、総裁選の最中に民主主義って少数意見も重んじないと、うん、51対49で51がみんな正しいなってことになったら、それは民主主義じゃないですよってことを申し上げたんですが、例えばあの、感染症の特措法って、 でありますよねコロナウイルス特措法と、まあ、世の中では普通言われているが、うん、これは収束してから改正するという話が最初の頃ありましたよね、うんはい、でややこう軌道修正されたような気もするんだけれども、これを早く収束させるために改正するというのは当然あるんでしょうねというふうに思っていますね。うんうん、であるいはもう経済にしても 確かに株は上がって、企業は大もうけをして、有効求人倍率はみんな1年上がったんだけど、有効求人倍率1年は上がったんだけれど、それを主催に見ると、高齢者、日本の高齢者、給与低いですからね、あるいは女性、あるいは医療、介護、サービス、そういう給与の低いところの、 うん雇用が増えたんじゃないんだろうか、生活保護数は減ってますよって言うんだけど、受けてらっしゃる方はちょっと減ってるんだけど、世帯が増えてるってことは、一人暮らしのお年寄りで生活を受けざるを得ないなって方が増えたんだろうね,ろうねっていうことでしょうね。うねだから、実際に見たときに、ここは直した方がいい、ここは法律を変えた方がいいっていうのは。 いいっぱい出たと思うんですねそこについてさ、さあ、総裁選でいろんな意見が出たけれどと、うん、まあ,あれはなかったことにして、と言われると、何のための総裁選だったんだろうねと思いますけどね、うん、あのその辺で、えー、党内であの今回、えー、石破さん、えー、無益という形で、そうなると、あのどういう,こう政策提言とかっていうのは、まあ、ご自身でいろいろされていくっていう形になるんですか。はい いやそれはね、ええあの、自民党っていろんな部会があって、誰が出てもいいんで、そこでどう発言するかですけどね、うんうん、あとはその私どもの政策集団、まさ、はい、しくわれわれ19人しかいないけども、もう今度の総裁選挙でもまあ政策について、もう感覚学やりましたけどね、や,やっぱり政策集団っていうのは、うーん。 ポストもらいましょう集団ではないわけで、自民党のためにどんな政策を出すかということですけどね、というとね、党内から批判するなと言われるわけですよ。ですけど、党内から批判しなくても、野党からは批判されるわけね、当然。そうであれば、党内できちんとした議論があってですよ、野党に言われる前に、与党の中でちゃんと議論しようよということなんですが。 Hmm. それをね、党内で批判するなってことになると、なんだなんだ、全体主義政党かっていう、<ー>私はそういう思いがあるんですけどね。でも、党内で、あるいはあの自民党のためにって、今、石破さん何度もおっしゃいましたが、ってことは、はいあ、なんかこう、一部口の悪い人は、だったら外に出ろとか、野党と連携するのかみたいなことを言いますけど、そういう気持ちはないということでいいですかだから、党内で議論ができなくなっちゃ終わりであってね、で、その予算委員会、少なくとも今まで見てると、 はい、問いと答えが噛み合っていない、A を聞かれて B を答えるとか、それはね、私、見てる人は何なんだろうって思うはずなんですよ、自民党内でちゃんと議論がなされていて、野党がこう聞くっていうのは分かってるわけですからね、その時にいやいやと、あなた方の言うことはこうこうこうで、こう違うんじゃないんですかっていう、そのすれ違いの答弁じゃなくて、 うん見ている人が、はい、国民の方々が、そうだよねって思ってもらわないと、うん、何のために国民は税金を払って、議会を運営してるのってことに、なりやしませんかねんあの石破さん、これ、いろんな人に聞かれると思うんですけれども、はい、来年の総裁選、どうされますか。 まだまあ今日は何日ですかね。ええ、9月十7だったりするわけですよ。ね。<laughs> はいえー、あの別にね、自分が権力欲しくてとかね、うん、そんなこと言ってるわけではないのですよ。ですけどね、その、この総裁選を通じてごく短い期間だったけどね、はい、自分はこんなこと知らなかったというのは随分こう学びましたよね。で、あるいは全国からいろんなお声寄せられたなるほどね。 って思っ思たたのもいっぱいぱありました、えー、で自分がやるときに、はい、本当にこう、これから先、米中の狭間まにあって、アジア外交が大事だってありますよね。で、じゃあ、アジアのことをどれだけ知っているあるいは、はい、アジアを語るときに、例えば満州国とは何であったかとかね。<ー>石原さん、ごめんなさい、時間がなくなってしまいました。ううまたぜひ聞かせてください。ありがとうございました。はいはい 続いて教えてニュースキーワードです新生立憲民主党野党の合流新党新生立憲民主党は15日一昨日結党大会を開きましたこれによって2017年の秋に分裂した旧民進党以来の大規模となる150人規模の野党第一党が発足しました えー、昨日の衆参両院の総理指名選挙では立憲民主党の枝野代表に共産・国民民主こっちも新しくできたことですね、えー、それから社民党などが投票して、えー、枝野さん134票入ったということがありました。 だから乗るならなんで別れたのって国民はみんな見ますよね,あねあの一般の方はねだからそこは分かりにくいところであってね、うんまあ、ただ一つその共産党がね、うん、この22年ぶりだったかな、はい、その野党の、まあ、統一首相候補ってわけでもないけども。ええ そこにボーンと乗ったでしょでこれは、まあ、近づくと言われている総選挙に向けてね、一つ野党は協力してやりますせということをね、なんとかこれ、形として見せたなと思う、それから、あの井田さんにもおっしゃった、じゃ国民民主はど,どうしていや枝野さん入れるんだったら一緒になってもよかったんじゃないのでも これはね、国民民主は国民民主で、一応今度の合流に関してはこだわりを持ってね、あの自分たちはもう補助中道の看板、そしてあの提言、政策提言型のというい気持ちを持って彼ら、まあ、これ合流しなかったんだけど、うんはい、だけど、選挙事情とか考えるとね、じゃあ自民党に寄っていくんですかと、いや、じゃあ選挙区には自民党のやっぱり候補がいてね、はい え実はその選挙っていうことを考えるとやっぱどうしてもね、うん、あのいややっぱり野党側でとにかくやっていくんだという。はい。だからそういうなんていうかな現実的なその辺の事情とかいろんなものが複雑にやっぱある中で今回やっぱり野党側で一緒に行動しようというまあそういうことだと思いますよね。現実的選択っていうのかな。うん、うん。でそれでいくとまあすっかりこの野党新党がこの お菅さんの新政権誕生に、はいえー、なんていうのかなこう奪われちゃってね書き消されたようなほとんどニュースにも取り上げられないっていう感じになっちゃいましたけどね、うん、あのただ僕一つあれなのはあの、えー、先週あの枝野さんとあの泉健太さんを代表選,代表選争った二人ですね。 会を、うん、あのネットのドラマ番組で僕司会したんですね、はい、でずばりあの枝野さんに聞いたんですよ、うん、あのこれもう本当にあの実は前回の総選挙であの、彼は希望の党から弾き出された、はい、それでもうやむなく立憲民主党をね、そしたらみんなに支持されたわけですよ、よくぞ貫いたと、うん、変な野合に参加しないでね。はい で、このまさに日本放送の選挙特番で、僕出させていただいたんですけど、<laughs> はい、枝野さんと電話で繋いで、ええ枝野さん、リアリストじゃないですか。うんつまり、あの人現実主義だから、もう例えば昨日の敵とでも今日は手を組んで、ね、ると。はい、勝てるならとかね。うん、そういう現実主義だとか、その辺を話したら、いや、自分はそうだったけど、今回の選挙でね、うんはい、こう、まあ、 理念を貫いたらこれだけの人が応援してくれる少し政治家としてね<ー>考え直す部分がありましたってこの日本放送のラジオ番組で言ったんですようん、うん、あの時すごくなんかあの結果に驚いてたって感じでしたよねやっぱりなんていうかな現実的だけじゃなくてね、えー、政治ってのは理想とか理念とかでそういうこと言ってたから、うん、あの、うん、日本放送って名前まで出してそのネット番組で、うんうん、そう言ってましたよねまだそんな感じなんですかって言ったらうんうん。うん いや、もう今度はまたリアリストに戻ると。まあ趣旨としてはね。はい。徹底してリアリズムでいくと。うん。言ったんですよ。つまりどういうことかというと、はい、今度のやっぱり選挙で、選挙協力でも何でも勝つためには、何でもやるってことですよ。うん。だから政策でもね、はい。理念型ではなくてね、ええ、徹底してそのいわゆる、なんていうのかな、今の自民党政権と対決できる。うんで。かといって政権を担うためには、 夢ばっっかり言ってられない、はい、するとかつまりそういう現実的なねうん路線で徹底してつまりリアリスト枝野の復活ですよね。あ<ー>うん、で例えば消費税なんかもほら、はい、パッと考えると下げろ下げるって言ってるけど枝野さんは必ず消費税っていうのは与野党で合意しなきゃダメだからあ<ー>与党も OK ならばいいとかね。 これ違いますよね、普通のなんか攻めるだけの野党なら、はい、与党がなんて言っても下げるんだってこう言って、アピールして、こう、うん、まあ票、人気を取ろうとするけど実際、泉さんはね、もう凍結だ、ゼロだっていうふうに枝野さんは、いや、あのいや現実的なことを考えればね、あのそこはちゃんと話し合って、みたいなだから、ね、あこの人、ちょっと違うなと、で選挙で現実的っていうのは何でもありですよ、つまり共産党とも手を組む。はい だからねあの今、解散・総選挙を例えば今やれば、うん、まあ例えばその新政権のまあ支持なんかもあってね有利というふうにも言われてるけれど、うん、あのそれはそういう流れになるかもしれませんが、うん、意外とねそうなってくると一つ、二つ、三つ、四つというふうに。 選挙協力共産党がどんどん候補でも下ろせばねうんあのひっくり返ってくるところもあるかもしれないだからまあリアリスト枝野が最後の勝負みたいなね、はい、うんそういう感じでこの野党を僕は見た方がいいかなと思いますけどねその辺に後ろにはこうベテランの人たちがものすごくいっぱいいらっしゃるじゃないですかいや,、ね、やっぱね、まあ、小沢さんいますよね。小、はい、小沢沢ささんんね,まあねまあ名前出てくると、はい、えまた小沢さん なんていう人多いんだけど、うん、今回ね中村吉次郎さんの存在を挙げる幹部がものすごく多いですね。はい、もうこの人が入ってきたことによって随分あ<ー>まあなんか雰囲気も空気も変わり、はい、そしてリアリズムみたいなものもね、<ー>現実的に。 まあどう戦うかみたいなこともね、はい、かなり刺激があるんだみたいなこと言ってましたからねもともとはバリバリの自民党と田中角栄秘書から始まってという人でしたが僕梶山清六番で梶山さん夜回り行っていないと中村喜四郎さんをみんなで捕まえて「梶山さんの心はどうなんですかね」って言ってあの人が解説するなんていう。 バリバリの<ー>まあ形勢会ですよ、ね、<laughs> そうですねその人が今野党側にいてね虎し淡々とこう何かいろいろ策略をっていうことこれは結構ね自民党としても。うん なんか嫌な感じですよね。やっぱり組織作りとかそういうところでかなりこうテレビたなことありますか。いや言ってるみたいですよう。んうん。うん、選挙をどういうふうに組み立てていけばいいとかね。<ー>うん、支持者をどう集めてどう動いてもらう,う,う,さうさ。鉄壁の選挙やってきた人だから。そうですよね。無所属貫いて十四期ですか。そうなんですよ。その辺がやっぱりあのまあ今までの野党とでもそれは崖っぷちってことです。<ー>もうそこまでやって。 もう本当ラストチャンスだからねあとはねうん、えー、ああその辺があとは解散時期とどう絡むってと思います、ね、そうですね続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ菅内閣閣僚人事に見る今後の政権の戦略と課題 えー、安倍前総理大臣の総裁任期途中の辞任を受けて、昨日内閣が発足した菅内閣でありますが、今後取られる戦略や課題についてい考えてまいります。えー、まあ、最優先課題はね、新型コロナと経済再生と、先ほどおはようニュースネットワークのゾーンでもお聞きいただきましたが、まあ、行政の縦割り打破、規制改革。 ねえー、というところ、まあ、これに何しろ注力していくというところはね、うん、やるんでしょうね、だけどね、うん、僕、やっぱり菅さんのちょっと未知数なところは、外交だと思うんですよ。はいうん、で、ここが、まあ、安倍路線の継承、なんなのか、はいあの、従来通り日米関係云々んあるけれども、うん、今もう、 えー、中国含めて激変しつつありますよねだから、まあ、拉致に関しては菅さんも早い段階からやってたから、はい、まあそれなりの拉致そのもの個別にはあれがあるかもしれないけどやっぱり外交全体どう描くかとにかく安倍政権って外交がね、うん、もう看板だったわけで、はいえー、そういう意味ではそこがね菅さんどんな感じちょっっととほら菅さんと外交って なんかイメージできます。まあ、ね、官房長官でずっと内政やってたっていうのもあるけども、ね。まあ、うん、外交官とかいろんなとこと付き合いがあったとは言うけれど。うん、この辺がね、外交っての一つどうなのかなっていうのありますよね。うんうん、さあ、まあ、そのあたりも含めまして、えー、ここでですね、電話がつながって、います産経新聞論説委員長の乾正人さんです。井上さん、おはようございます。 おはようございます。よろしくお願いします。さあ、井上さん、今日は産経新聞のお一面で、えええ、論説委員長お論文も出されていますが、はい、この、はい、お菅内閣の人事、閣僚の顔ぶれ、ええ、どうご覧になりましたかいや、もうあれ、先ほどからね、鈴木さんが、えー、おっしゃった通り、もう、はい、そういう、やっぱり、まあ、 非常に安定感はありますが、うん、まああまりときめかない内閣うん、うん、<laughs> ときめかない内閣。これではちょっとねと思い、<laughs> ああこれね私の言ってることじゃないですよ。<笑><笑> <laughs> 皆さんそうおっしゃってますよと。私も同調圧力に弱いもんです、ね。<laughs> またまたかなおっしゃいます <laughs> <laughs> いね。<laughs> でまあねあの規制改革だとかいろんなこうメニュー並んでおりますが、犬、はい、さんあの注目されて やっぱりね、河野太郎ちゃんがどこまでやれるかですわな、<え>これはね、もうこの一点だと思います、本当に、う,ん,、えー、うん、まあ、思い切ってやれっていうふうに葉っぱをかけられたてだからこれ このポストというのは、昔々、中曽根さんが、ね、行政幹事長官,長官ですかあ,、ね、であれで、ね、総理の,だをの大きな一歩を締めたということで、これは非常に重要な本当はポストなんですよ、でなるほど,どれだけに難しいんですよ、ここ いろんな省庁とぶつかる最前線ですよね、これ、目に見えた結果が分かりますんで、結局ね、中添さんはここから国鉄の民営化に踏み出していくわけなんですが、やっぱそういう目玉もね、作れるかどうかっていうのは、太郎ちゃんのこれからの一番の課題だと思いますよ、これは。 これ、産経の記事でも見出しになってますがこの内閣、名前つけるとするとどういう政権になりますこれだからちょっといい加減につけたんですが NASA 政権ね。アルファベットで NASA なんですね。 そうとサ政権という、空中分解しそうな政権がいやいやいや、そんな意義でその国えですね。は二階さんの N でね、A は安倍さんの A、S は菅さん、そしてもう一つの A は麻生さんと、こういうので、要するに権力分散型にならざるを得ないというふうに、私も一応政治記者の端くれですから、分析しないといけないんでね、そういうふうにちょっと。 あの遊んでみましたけどね<で>、えー、その権力分散型っていうのが、やっぱりそのあの河野太郎さんがやろうとしてるところとぶつかっていくわけですかい,やかないや、ここはね、やっぱり強力な内閣でないと、行政改革や規制改革がで,できませんからね、これは本当に、そこがね、はいえー、そのためにはやっぱり選挙をやらないといけませんよっていうのは、今日の記事の,あ,のあれなんですけどね。えー、解散は早いんですか。 解散いやもうそれはもう総理の二階さんが言ってる通り、もう総理の腹一つですから、解散衆議院解散ってねで、これはもし、えー、菅さんが長期政権をあ目指してるんですが、本当にめ、はい、長期政権になろうと思えば、国民のやっぱり信がないと、それは長期政権にはなりませんので、やはりあの早い時期に信、はい、を問わないと。まあ、多分この 麻生政権がそうだったんですが、はい、もう早くやっとけよかったのに、ずーっとね、あの仕事してからとかなんとか減ったくらいとか言ってて、1年経ったら負けちゃったという個人もありますからね、らねえー、なるほど。えー さあ、スタジオにはジャーナリストの鈴木哲さんもいらっしゃいます。鈴木さん、解散ってどう見ますいや、僕は、あの、早期解散の可能性があるだろうと、僕は思ってる。意外と、菅さんって主戦論ですからね、だからと思ってるす<ー>井上さん、あの、お久しぶりです。いや、本当、お久しぶりです。もう、鈴木さん<え>も本当に、元気時代から一緒なんですが、いや本当に、鈴木さんほど取材する人は、めっちゃいらっしゃいでした。いや、犬、えー、井上さん、ぜひ聞きたいのはね、僕、やっぱ、菅さんの,そのが外交が、 ちょっと未知数なんだけど、ええええ、この辺について、それはね、外交というのは、なかなか、うん、経験を積まないとだめなもんですから、そんなにすぐに安倍さんのね、あとは華、うん、やかなステージ立てるということはできないと思いますが。 だからこそ、長期政権になれば、まあ、それなりの形になってくるだろうとは思いますよ、それは。誰だって最初は初心者なんですから、これはね。そのためにもだから解散をってことですよね。だから解散しないと、やはりそれは、海鮮山さんですから、プーチンなんかね、もう、プーチンさんなんか、本当にもう、これ、な永久政権、習近平さんもそうですけども、ほとんど永久政権。 の首脳たちと立ち向かわないといけないんですから、これ。かなりの、やっぱり、修練が必要なんですよね、これはね、やはり。なるほど、わかりました。ユンさん、朝から、どうもありがとうございました。あの、また呼んでくださいよ。ぜひ、よろしくお願いします。あ、鈴木さんもよろしくお願いします。はい、もう、あちょっといっぱいやりましょう、あの、離れスタンスとって。はい、どうもありがとうございました、失礼します。 えー、産経新聞論説委員長井上雅夫さんとつなぎましたあその辺解散がどうなるかっていうのね,やあのね興味がきますがだか乾さんの別に知ってて褒めるわけじゃないんですよだけど、えー、あの解散の可能性はどうですかっていう解説は昨日ぐらいからずっと出てるけど、はい、解散すべきだっていうとこ,こがやっぱり乾さんですよね確かにその真を問うことは必要だしはい もっとと言うと政権がしっかりと、まあ、あのこれから長くやっていく、うんでな、なんとなく安倍さんの影がどうのこうのと払拭するためには、菅さん自身の手で解散して勝つ、うん、これが大事なわけですね、はい、安倍さんがほら、ずっと長期政権取ってきたのは選挙で自分の手で勝ってきたからでしょ、だから解散をしろっとこう今日、井<ー>さんらしいなと思って。 そこへ行くといろいろな解説がされてますけれども麻生さんが解散先にやろうとしたけど結局できなかったあの時にリーマンショック対応で解散打てなかったとされてますが当時、あの体の副委員長が菅さんだった止めたって話だから止めたから菅さんはやらないじゃんには慎重だっていう人たちがいるんだけど実はそうじゃなくて。 簡単な原理でねあの時僕取材菅さんしたんだけど、ええはい、負けるからやっちゃダメなんですよ<ー>今やったら負けるんこんなリーマン大変な時にやったらで自民党は一年おきにボン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 総理変えて今やったら負けるからやめなさいって言ったんですよでも簡単でねあの菅さんってねあのやめる待てっていうのは本当にずっと待ちましょうじゃなくて待てっていうのは。 次出てくタイミングをろううとということなんですよだから、実は取材メモで僕、残ってるんだけど、ええ、あれ、年が明けて、小沢さんの,あの政治資金のあれとか出てきたり、陸山界事件ってやつですか、そうそう、はい、少し景気対策で効果が出てきた、ええ、その時にはもう、やれって言ってるんですよ。はあ<ー>。だから、あの簡単なんですよ、勝つ時にやれってことなんですよ。あそっか、うん、あの時一1月、だから冬に打ってればだったんですね。ところが、さらに伸ばしたんだ、あの時は だだかからら負けるからにダメだ勝てるんだからどんどんいけっていう,う極めて簡単な原理だから、はい、なんかもう絶対解散すべきじゃないとか止めるというなんかそういう理念な思想があるわけじゃないんですよ。うそしたらですよ、はい、勝てるな,ならやれ勝てるのいつかって話になってくるとんなんだ、ね 今でしょってこうなんだか <laughs> そうな,ん <laughs> なってく,なんてくるわけですよ支持の高いって,っていうねだからその可能性があるんじゃないかとうんいうことですよねでやっぱりやることによって井上さん言うように、はい、えそこで初めてね菅政権っていうのは信任されるあ<ー>だから思い切ってやれるわけですからねうんそういう展開を菅さんが、まあ、だから描いてやれるかどうかってことですよねうんでその本格政権の中で来年9月の総裁選に臨む、うん、そうですねだって選挙勝てば、はい もう変える必要ないってことになる。だ長期政権にもなる。でもまあそうじゃない可能性もちろんリスクもあるし。でさっき電話出てくれた石破さんなんかはやっぱり来年出てま政権を僕はすべきだと思うしね。そういう意味で自民党がこう非常にぐーっと今活性化する、まあ、一歩に来てる。るこのまま、えー、でも またな本当に活性化の新しい自民党の展開、つまり安倍さんが長くやったその後の自民党が今、どうななっってていくかってことなんですよね閣僚人事に見る今後の政権の戦略、課題と、まあえー、解散、総選挙というものを中心に、えー、お話をいただきました今日もポッドキャスト、YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございました。 この飯田工事の OK 工事イアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツ、エンタメなどの情報をぜひチェックしてください。 ポッドキャスト YouTube には盛り込んでいない情報もぜひチェックしてみてくださいね6時台の教えて早起きドクターでは毎週お医者さんをお迎えして今知っておきたい健康に関する話題をお届けしています女優の黒木瞳さんが毎週さまざまなゲストと対談する黒木瞳の朝ナビ7時台は女優の羽道子さんによるラジオエッセイ羽道子の「いってらっしゃい」などニュース以外のコンテンツもご用意しています さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますさらにもう一つ飯田浩司アナウンサーが夕刊富士で毎週火曜日に飯田浩司のそこまで夕かを連載中ですこちらもぜひチェックしてください